こんにちは八丁塗りキリスト教会の牧師吉原マラです今日は12月の20日神言の27章の13節から27節になります友を輝かせ羊の群れを心に留めましょうというテーマで見ていきたいと思います今日も主の御言葉によって生きる一日を始めてまいりましょう 信玄、二十七章、十三節から二十七節。他人の保証人となるときは、そのものの服を取れ。見知らぬ女のためにも、服を抵当に取れ。朝早くから、大声で隣人を祝福すると、帰って呪いとみなされる。長雨の日に、 したたり続ける雨漏りは争い好きな女に似ている。その女を制する者は風を制し、右手に油をつかむことができる。鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れる。一軸の木の番人はその実を食う。主人の身を守る者は誉れを得る。 顔が水に映る顔と同じであるように、人の心はその人に映る。黄みと滅びの地は開くことがなく、人の目も開くことがない。銀にはるつぼ、金にはろがあるように、人は他人の称賛によって試される。愚か者を薄に入れ、絹でこれを麦と一緒についても、 その愚かさは彼から離れない。あなたの羊の様子をよく知り、群れを心に留めておけ。富は永久に続くものではなく、王冠もよよに続かないからだ。草が刈り取られ、若草が現れ、山々の青草も集められると、小羊はあなたに服を着させ、 ヤギは畑の代価となる。ヤギの父は十分あってあなたの食物あなたの家の者たちの食物となりあなたの召使いの女たちを養う信仰とは神との関係だというふうに言うことができます。では自分と神との関係とは何を見て知ることができるでしょうか それは実は私たちの隣人との人とのですねその関係を見ればわかります目に見えない神を愛しているかは隣人への愛に現れるからであります神は愛しているけれども隣人は憎んでいるということは実際はありえないことであります今日の御言葉は人との関係においてどんな知恵を持って生きるべきかそのことを示しています まず十四節をともに見ていきたいと思います朝早くから大声で隣人を祝福するとかえって呪いとみなされる言葉を話す人の思いよりももっと大事な言葉言葉を受け取る相手の心や気持ちですね。それがもっと大事であるということを教えています人を祝福するということは あ愛の行いだと言えます。しかしその行いが他人の眠りを妨げることであるとするならば、呪いのように相手にむしろ害を与えるということです。私も一度ですね、隣のその空き地にですね、生えているその雑草を刈り取ってほしいというふうに市に対してお願いしたんですけども。 えー、その死のです、ね、人々が来て雑草を買ってくれたのはよ,よかったんですけれどもそれが月曜日の私の休みの朝と重なってですね、えー、その時と場合によってですね、えー、相手のその感じ方やまた受け取り方が違うということですよね。言葉は 聞く人にどのように伝わっているのかということが大事であります自分なりに正しいと思っても聞く人に傷を与えてしまうそのようなことがありますコミュニケーションとは聞く人のその立場に立って相手がどう感じるのかを考えることが大切でありますそして違いがあったとしても相手を受け入れていくときに通じることが できるということであります愛は根本的に相手の益とそして満足をですね満たしを求めることにあるからであります神言の25章の11節をお読みします時にかなって語られる言葉は銀の彫り物にはめられた金のリンゴとあります時にか,かなってですね語られる言葉は 金で作られたリンゴのように価値があるものだと言っていますしかしいくら良い言葉であっても時がふさわしくなければ言葉の価値はなくなるということをですね、教えています状況と時に合わない言葉は私たちは慎む必要があるということです神はご自身の愛を示すために人の姿をとり また、人の目線に合わせて、この世に来られました。そして、イエス・キリストは、罪人となって、一番低いものとなって十字架で死なれ。私たちに愛を示してくださいました。ヨハネの手紙第一の四章の十節をお読みします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために。 なだめの捧げ物としての御子を使わされましたここに愛があるのです私たちはこのイエス様に習って神の愛を伝えるものとなりたいと願いますですから福音を伝えるためにも私たちは知恵が必要ですその時と場合をですね選んで語る必要があるということです福音も 聞く人の立場で、状況に合わせて、礼儀を持ってですね、語る必要があります。震災のその当時にですね、海外から来たその奉仕者たちが、この時とばかりにですね、福音を語ったそうであります。その時にですね、ミシンジャの方々が、クリスチャンに対する無礼さをですね、たくさん感じた、 そのようなことがあったということを聞いています福音を伝えることは良いことですしかしそれが私たちの目的となりまた私たちの自己満足であってはいけないということですね福音は神の愛であり伝える私たちの中にまず神の愛を持って相手の立場になって伝える必要がありますこのクリスマスも 天からら下ってこられた、そして人の姿となって福音を伝えられたイエス様の謙遜とへりくだりに倣って私たちは神の愛を伝えるものとなりたいと願います。 それでは本文の23節、24節を読みたいと思います。あなたの羊の様子をよく知り、群れを心に留めておけ、富は永久に続くものではなく、王冠もよよに続かないからだ。羊の様子をよく知りなさいというふうに言っています。それはよく世話をしなさいということですね。それは神が今与えてくださっているその魂を大切に扱い、そして、 使いなさい時には羊の中には体調を崩す者もいれば病気になる者もいればまた道に迷ってしまう者たちもいますイエス様は一人の罪人が救われる喜びと同時に一人の魂に対するですね、その価値を教えている見言葉がありますルカの福音書15章の4節を読みしますあなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて そのうちの一匹を亡くしたら、その人は九十九匹を野に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。私たちは、このたとえから、二つのことを学ぶことができます。一つは、この世的な価値観からすれば、ですね。百匹のうち一匹が失われたら、まだ九十九匹ですね。残っているから、大丈夫だというふうに考えるかもしれません。 しかし、そのようにして、二匹がいなくなり、また三匹、五匹ですね。十匹がいなくなり、また二十匹、五十匹がですね。いなくなった時に、まだ残りの五十匹がいるから、大丈夫だというふうには考えません。その頃から、このままいけば、残りが三十二十となってですね。完全に群れがいなくなってしまう、というふうに考えるわけであります。つまり、一匹を大切に。 できないその羊飼いは結局群れ全体を失うことになるととということですそれと同時にそれが人の共同体であったとするならば失われた一人の魂を探しに行かないリーダーであればああきっと自分が迷子になった時にもリーダーは探しに来てくれないんだなあこんなリーダーのもとにいるならば自分は ですね、えー、何か病気になったり、また迷子になった時にですね。えー、自分は死んでしまうと、えー、そんなふうに思って。そのリーダーのもとを離れていくようになるかもしれません。つまり、一人を大切にですね、しないこと、それは群れ全体を。大切にしない、ないがしろにすることだということを言っています。二十四節で王冠もよよ続かない。 民を大切に管理しなないいいい王に未来はないとということを言っていますしかし神が与えた一人の魂を大切にする者には神が与えその群れを祝福してくださるということを教えています。今日私たち一人一人が一人の魂に仕えるイエス様の心を持って私たちに与えられた教会をまた家庭を 守り使えるものとなることを祝福しますお祈りしましょう主よ私たちの教会がまた家庭がその一人一人の魂と群れ全体に心を止めて喜びに満ちた祝福された共同体となるように導いてください私たち一人一人のその教会と家庭を祝福してくださり導いてくださるイエスキリストの皆によってお祈りします امام